ふさって言われたことあります？どうも、整体師の児玉です。今回はですね、アトピーの人って臭い、匂いに気になったらこれ食べてというお話をしていきたいと思います。いきなり耳の痛い話ですが、アトピーの人って独特の匂いがするってご存知でしたでしょうか？もしかしたらあなたは気づいていたからこの動画を見ているのかもしれませんし、もしかしたら気づいてなくてそんなことがあったのかと思ってこの動画を見ているということはないでしょうか。実はですね、アトピーの人って独特の匂いがあるんです。正直臭いと思う人の方が多いです。で、お前が何言ってんだって思うかもしれませんが、何を隠そう、私児玉ももともと25年間生まれてからずっとアトピーに悩まされていました。そしてですね、いつもね、お母さんに言われてたんですよ。あんたさ、お風呂入ってる？ちゃんと洗ってる？正直ね、ショックでしたよ。特に思春期でしたから、かなり自分の体のことに敏感になってた時期でしたから、かなりショックでした。正直悲しかったですね。また、外を出歩いていても自分が臭いんじゃないかと思って、好きな可愛い女の子のところ近づけなかったんですよね。今思ったらもったいないことしたなって思うんですけども、まあそんな風に、自分のことをね、嫌いになっていたっていう過去があります。だからね、もしかしたらあなたもそんな思いしてないですか？それだったら、そんな辛い思いをしてるんだったら、この動画を見て今日で終わりにしてください。あなたのアトピーによって起こっている臭い匂い、それを改善するある食べ物をご紹介していきたいと思います。お話の内容はこんな感じになっております。1、アトピーが臭いのは〇〇環境が悪い。2、もう臭くない、これ飲んで。3、〇〇には偽物にご用心。この3つをお話していきたいと思います。では行きましょう。まず1、アトピーが臭いのは〇〇環境が悪い。これはもうピンとされた方も多いと思うんですけども、腸内環境が悪いです。腸内に悪玉菌が増えることによって、悪玉菌が匂いの元であるアンモニアを体中に出しまくります。それが汗となって外に出た時、匂いがツンとします。軽油のような匂いですね。つまり、あなたの匂いの元、原因というものは何なのかというと、体の中の問題なんです。だからこそですね、シャワーを浴びたり、シャンプーを変えたり、ボディーソープを変えたり、そんなことしたって無駄です。一時的なものです。本当に臭い原因というものは腸内環境になります。では、その腸内環境を悪くさせているからこそ匂いが出ているんだということであれば、その腸内環境を悪くさせる食べ物は何なのか。それはこちら。お肉、砂糖、悪い油、添加物、小麦製品、加工食品などなどでございます。こういった食べ物を日常的に摂っていると、腸内環境は劣悪になります。圧倒的に臭くなります。これはアトピーの人に関わらず他の人でも起きる現象です。なので、腸内環境を整えていきましょう。では、二つ目のお話。もう臭くないでと、これ飲んでっていうお話をしていきたいと思います。私がおすすめするもの、それは、お酢です。お酢というものは、酸性と言われるものです。酸性というのはね、酸性とアルカリ性、このバランスで、お酢っていうのはこの酸性に偏っています。じゃあなぜ酸性がいいのかって話なんですけど、匂いの原因である悪玉菌、これはね、酸性が大嫌いなんです。その代わり反対側のアルカリ性は大好きなんです。なのでね、酸性のものを取ったらいいんです。酸性のものを体に入れると悪玉菌は働けなくなるんです。そうなると匂いの元である毒素を出すことはしないんですね。なので酸性のもの、つまりお酢を取っていきましょう。アトピーの人ってね、たまに心当たりある人いるんじゃないですか。なんかリンゴ酢飲んでましたとかね、僕もよう飲まされました、昔リンゴ酢嫌いだったんですよ。水で割っても全然美味しくないし、そのまま原液で飲んだら喉焼けるような酸っぱさあるし、最悪でした。まあでも腸内環境を良くするための効果があったということなので、毎日大さじ1取るようにしてください。じゃあこれで終わりかという前に重要な話があるんです。ここまで聞いてもらって長かったと思うんですけど、最後まで話聞いてください。これ知らないと食品業界に騙されますよ。では3つ目のお話、お酢は偽物にご用心というお話をします。はっきり言います、市販に販売されているお酢の9割が偽物です。だからね、本物のお酢を紹介します。一応お酢の参考となるものは概要欄のところとコメント欄のところに貼っときますので、よかったら見といてください。では
小麦のお酢とは何なのかっていう話なんですけど、米で作られてて、そしてお酒になって、そしてお酒からお酢になるという過程を踏んでから熟成させて、そしてお酢っていう風になるんです。だからね、かなり労力がかかるんです。手間暇がかかるんです。でもね、巷の偽物のお酢とはどういうものなのかというと、早く大量に安く作るために、原材料のところを見るとね、お米にアルコール、果糖、ブドウ糖、液糖、アミノ酸糖など書いております。これはね、明らかに簡易的に作られたものです。お酢はね、熟成発酵させるから、他の食べ物にはないような最高の栄養素を手に入れることができるわけですよ。でもこんな風にね、添加物をたくさん加えて簡易的に作られたお酢なんか、お酢じゃないです。ただの酸っぱい砂糖水ですよ。だからね、お酢を選ぶ時のポイントを言いますよ。1、ちょっと高いものを選んでください。2、原材料が米などの穀物のみです。3、製造に1年以上かけているところ、これが大切です。そこでね、今回ご紹介したい商品は富士酢と言われるものなんですけど、これ僕ね、もう5年以上愛用させていただいております。本当にね、生で飲んでも美味しいので、ぜひね、取っていただきたいなと思っているんですけど、本来ね、お酢、まあ米酢で言うと、お酢1リットルに対して 40g のお米を使っていれば米酢と表記していいんです。じゃあこの富士酢はどれだけ使ってるのかというと、通常の5倍の 200g 使ってるんですよ。かなり贅沢に使っています。しかもいいお米です。またね、昔ながらの製法をまたにやってるんです。手間暇かけて精緻発酵や長期熟成をされているんです。だからこそね、手間暇はかかる。でもね、そのお酢はふんわりと丸みを帯びた酸味が特徴的で、甘さも際立ってるんです。お酢が甘いんです。自然の甘みです。このような本物のお酢を取るようにしてください。リンゴ酢、今までリンゴ酢取ってきた、お酢飲んできたけどうまくいかなかったって人は、そのお酢は本物だったのかっていうところに着目してください。実は偽物だったんじゃないかなと思っています。ということで、今回の内容をまとめますと、アトピーの体臭、臭いなって気になっているのであれば、毎日大さじ1杯お酢を飲むこと、これで改善していきます。そして最後に、アトピーのあなたに言いたいことがあります。アトピーだからこそですね、痒いとか、そういった炎症とか治したいっていうのもものすごくわかるんですけども、でも何よりもアトピーで辛いのって人の目だと思うんですね。自己嫌悪してしまうっていうところだと思ってます。アトピーの人って結構鬱になる人も多かったりするんですね。実際に私も自分に自信がない、人を妬むということをひたすらやってきました。でも仕方ないと思います。やはりアトピーをコンプレックスに感じていてしまってるっていうのがありますからね。そう、だからこそアトピー頑張って治しましょう。で、もちろん頑張ってくれてると思うんですけども、正しい方法でやっていけば、私はアトピーは絶対に良くなると信じてます。口の病なんか言わせません。一生の付き合いだなんか口が裂けても言いません。どこかのお医者さんみたい。別にお医者さんの文句を言いたいわけじゃないんですけども、でも諦めるってことはしたくないなと思ってるのを、ここであなたにお伝えさせてもらいました。で、あなたもだから諦めないでください。必ずいい方向に行くので、ぜひ頑張っていただければなと思っております。当チャンネルではですね、他にもですね、まあ、お医者さんが教えてくれないようなアトピーを改善する方法ございますので、よかったら試してみてください。ということで、今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。